グレーハウンド、グレーハウンド、グレーハウンドラインズ、インクは、アメリカ合衆国で、最大規模のバス会社である。また、同社が運行する長距離バスそのものを指すこともある。アメリカ合衆国全土、アラスカ州とハワイ州を除くとカナダ、及び、メキシコの一部の都市を結ぶ膨大な数の路線を持ち、合衆国内において、だけでも3100路線以上が存在する。 1913年にミネソタ州ヒビングにて設立され、1926年にグレーハウンドコーポレーションとなる。現在はテキサス州ダラスに本社を構えている。社名及びロゴマークはドックレースにおいて最も早い犬種であるグレーハウンドに由来する。今日のグレーハウンド社があるのは100年にわたる経営拡大と既得権益獲得の成果といえる。 本社となった場所は、現在のダラスに至るまでに、ミネソタ州、ヒビング、ダルース、ミネアポリス、イリノイ州シカゴ、アリゾナ州フェニックスと遷移してきた。1920年代から1930年代にかけての短期間で急速に成長したため、ICC 集裁通商委員会は、独立している小さい企業が彼らの競争相手となるように、 NTBS 全米路線バスシステムを構築し、グレーハウンド社と異なり、約100の協会からなるこれら NTBS の関連企業は、グレーハウンド社の多いのある競争相手になった。1887年に、スウェーデンで生まれたカール・ウィックマンはアメリカに移住した。あと、1913年に、ミネソタ州、ヒビングとアリスカンを15セントで運行する。 バスサービスを始めた。1915年に、ヒビングとダルース間で、同じようなサービスを展開していたラルフ・ボーガンと、共同で、メサバ交通会社、メサバトランスポーテーションカンパニーを設立、初年度において8000ドルの利益を上げた。第一次世界大戦が終わる頃、ウィックマンは18台のバスを所有し、その年収は4万ドルに達していた。 1922年になると、オルビル、シーザーの経営するホワイトバスラインズ社と事業を統合し、さらに1926年には、アメリカ西海岸の2つのバス事業であった、ピックウィックラインズとパイオニアイエローウェイシステムとの強引に達し規模を広げた。ウィックマンのバス会社は、グレーハウンドラインズとして知られるようになり、社長であった彼は事業の拡大を続け、 1927年にはカリフォルニアからニューヨークまでの大陸横断業ができるほどにまでなっていた。1930年、社名をグレーハウンドコーポレーションに変更する。ウィックマンのビジネスは世界恐慌を迎えた1931年の時点で100万ドル以上の負債があったが、1933年のシカゴ万博の開催によって旅客数は 劇的に増加し、グレーハウンド社は再び繁栄することになる。1935年には、利益は800万ドルに達していた。第二次世界大戦の開戦時点では、グレーハウンド社は4750カ所のバスターミナルと1万人近い従業員を抱えるまでになっていた。1946年にウィックマンは社長を退き、公認にはこれまでのパートナーである。 オルビル・シーザーがつくこととなった。1954年、カール・ウィックマンは67歳で、その生涯を閉じた。第二次世界大戦後、週刊高速道路網が広まった1956年になると、米国内での自動車、自家用車の所有と観光業の多様化、さらには都市間輸送の空路への移行などもあり、 鉄道など一般的な公共輸送が下落したのと同様に、グレーハウンドの利用者とバス路線はだんだん衰退していくようになる。グレーハウンド社は時代の情勢を見ながら様々な事業の展開を、こう、1970年代には巨大な多角化経営企業となり、アーマー製肉会社、アーマー &CO からダイヤル石鹸会社のすべての権利、 トラベラーズ・エクスプレスの為替事業、MCI バス製造会社、さらには、航空機の貸し出しまで手掛けるようになっていた。1984年後半に、グレーハウンド社では、オハイオ州、ザネスビルで起こった死亡事故をきっかけとした、大規模な運転手によるストライキが発生した。3年後に再びストライキが発生した結果、グレーハウンド社は当時、 NTBS の幹部役員でもあったフレッド・カレーによって分社化され、グレイハウンドのバス事業は独立することとなった。元の会社はダイアル会社と名称変更された。1987年、カレイによる新たな指揮のもとで、グレイハウンド社は間もなく最大の競合相手であり NTSB の会員でもあったコンチネンタルトレイルウェイズ社の買収を行った。 ことにより、バス事業は、競合相手がいなくなったともいえ、NTSB の二つの企業であった、カロライナコーチ社及びサウスインスタントレルウェイズ社とバスの運行などについて協議を行ったが、これらの企業と多くの小規模の企業は、事業の撤退を余儀なくされた。それから三年後に、新たな賃金ストライキが起こることになる。これは高く家経営から離れたことによる企業の、 体力が低くなったことと、労働法違反によるものであった。このことが元となり、1990年代前半にグレーハウンド社は倒産することになる。同時期にサウスウエスト航空など低価格の航空会社の台頭により、長距離バス事業はこれら航空会社との低価格路線による競争を強いられることになる。1997年にグレーハウンド社は、 NTSB 最大の企業であったカロライナトレールウェイズ社を買収した。現在もカロライナトレールウェイズの名称で運行しているが、それ以外の NTSB 創世紀の企業のいくつかはグレーハウンド社と歩調を合わせ、通常運行の路線やチャーター便やツアーを用したり、事業そのものを廃業したりした。1998年、カナダのオンタリオ州ハミルトンを基盤としている。 輸送事業の複合企業であった、レードロー社が、グレーハウンド社、アメリカ合衆国、グレーハウンドカナダ、カロライナトレールウェイズとその他関係各社の経営権を取得した。しかし、グレーハウンドへの多額の投資や多角化経営への投資などにより、多額の損失をした、レードロー社は2001年6月、連邦倒産法第11章適用による法的倒産手続きを申請することとなった。 イリノイ州ネイパービルを拠点にするレイドローインターナショナル社は2003年2月10日にニューヨーク証券取引所にレイドロー社の株を取得し2003年6月23日にレイドロー社の再生に関わることを明らかにした。グレーハウンド社は米国北西部及び北中央部における主要路線の運行本数の削減といくつかの 長距離路線の削減を2004年に行った。シカゴとシアトルを結ぶ幹線でもそれは例外ではなく人口密度が著しく低く乗降客数の少ないノースダコタ州、ファーゴモンタナ州、ビリングスカンが部分配線となり地域密着型の定型バス会社に引き継がれた。2005年度内にはその他の国においても同様の措置を行った。 21世紀に入ってから数年の間で、グレーハウンド車は、チャーター便と観光事業の広めを行っており、主要市場における最大のものとなっている。すでに経営権は所有していないものの、車体の大半は、MCI バス製造会社によって引き続き、製造されている。2000年代に入ってから、メガバスやチャイナタウンバスに代表されるような格安高速バスが、新たに、 大都市間に就航し、グレーハウンドのシェアが落ち込んだ。これに対して、グレーハウンドでも割引サービスを拡充する、シートピッチを拡大したバスを投入する、車内で、コンセントや、無料の Wi-Fi を利用できるようにするなどの、隠し対抗策を講っている。これまでに起きた重大な事件及び、事故の中には、以下のようなものがある。グレーハウンドの乗車券は、 全米内にある営業所、バスステーションにて購入する。有効なクレジットカードがあれば、インターネット上でも購入することができる。グレーハウンドの乗車券は一定の条件を満たすことで、割引価格で購入することができる。以下に割引の条件を記載する。グレーハウンドのバスの発着する場所は、バスターミナル、バスデコ、バスディーポ。 およびバスストップの3種類に対別することができる。その他、既存の店舗などを利用したバス乗降場もある。これらのバス乗降場は空港などとは異なり、ダウンタウンにあることが多い、テキサス州オースティニやニューメキシコ州、サンタフェなど、例外的にダウンタウンから離れているバス乗り場もある。従って、交通に主便である一方で、乗降場付近の治安が悪いことも少なくない。 また、ほとんどのバス路線は、週間高速道路を通るため、特に規模の大きいバスターミナルは、週間高速道路のランプ付近に位置していることが、多い。グレーハウンドのバスターミナルが、アムトラックの駅に併設されていることもある。また、総合交通ターミナルとして、市の路線バスや近郊電車のターミナルを兼ねている、バスターナルやバスディーポもある。 1950年代前半に日本の北海道中央バス及びその系列事業者、また同時期に京阪バスの車両が当時のグレーハウンドの色彩デザイナーによってデザインされた塗装を採用した同一人物でったと言われている。このため北海道中央バス、京阪バスともほぼ同様のデザインであった。北海道中央バスでは塗装変更が進んでおり、 旧塗装の車両はすべて廃車されている。京阪バスでは一部の例外を除き基本的に、この塗装であるが、旧、京阪宇治交通からの引き継ぎ車両は、同社の塗装のままであるため、グレーハウンドカラーではない。なお、京阪バスのデザインをそのまま流用した、同南バスの旧塗色と、京阪バスグループの京阪京都交通の全車も、グレーハウンドカラーである。また、 市畑バスの旧塗装車、市畑電気鉄道時代の1960年代中期頃、も色こそ違うものの、フロント面は、軽半バスに似たデザインの塗装となっていた車両もあった。このほか、低山観光バスなど、低山グループでは、グレーハウンド、小田急バスでは、種類は明らかにされていないが、一部の車両に犬のマスコットが見られる。また、 民間合弁の高速バス事業者だった透明急行バスの制服はオード色の製帽、ズボンネクタイに黒い光沢のあるジャケットという組み合わせでグレーハウンドの制服を参考にしたものデる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。